しかったのでレトルトのカレーでごめんね。うん、美味しそうじゃないか。それじゃあ、いただきます。いただきます。はあ。なんなのよミーコ、元気ないわね。どうしたんだ。明日算数のテストなの。なんだテストぐらい。絶対絶対全然できない。何言ってんのよ。さっさと食べて勉強しなさい。ダメだよ。なんで。今日ドッジボールやりすぎて疲れたからもうこのまますぐ寝ちゃうもん。勉強しろー。はーい。XY を使った数量を表す式。気分転換に漫画読もうっと。ん？何何？恋もテストも怖くない。おまじない大特集？へっ、おまじないでいい点取れれば苦労しないよね。ん？500円玉パワーで集中力抜群。何？500円玉をおでこに当てて。75円。あ、3円。ねえママ、500円玉貸して。関係ないこと考えてないで勉強しなさい。違う、テストのために使うの。明日ちゃんと返すから。はい、500円。違う、500円玉。500円玉じゃなきゃいけないの。はい、500円玉。サンキュー。変な子。500円玉をおでこに当てて白いキレをハチマキのようにこの上に結ぶと集中力が出て教科書の内容がぐんぐん頭に入るよ。よし、やるぞ。2y イコール500。待てよ、ママこのまま500円のこと忘れてくれないかな。そしたら前から欲しかったペンケース買えるな。でも近くにできたケーキ屋さんのチェリーパイも食べてみたいな。いやいや、漫画買ってもいいな。もっと手っ取り早いおまじないないかな。ん？なになに？テストで名前を書く欄にクラスで一番頭のいい人の名前を書くとテストの点は抜群。ただし後で名前書き直すの忘れないでね。か、これいいけど今すぐできないもんね。行き詰まった時には頭を柔らかくするおまじない。手段、頭の良くなるおまじない。スプーンに白い紐を結び、それを振りながらこう唱える。地の神マーキュリーの力よ、宿れ。ミコ、一体何やってんの。ちゃんと真面目に勉強しなさい。勉強を。ごめんなさい。あー、もう寝ちゃおうかな。でも、このままじゃ0点だし。
ミルクティー入ったからこっちに来ないか。パパ。ママは？怒鳴り疲れてもう寝たよ。何だったんださっきの騒ぎは。成績の良くなるおまじない。あのね、そういうことはちゃんと勉強した上でやるもんなの。うん、やっぱり。ちょっと見てやるから教科書とノートを持ってきなさい。はい。いいか、 X と Y ってのはわからない数の代わりなんだ。他に何を使ってもいいんだよ。例えばリンゴとかみかんとか。じゃあその問いやってみようか。落ち着いて。 2X ということはみかんが2個で。そうそう。これでどう？ほらできるじゃないか。初めからこうしてりゃよかった。じゃああとこのページだけやってみようか。昨日あんなに勉強したけど、やっぱりできなかったらどうしよう。はじめ。どうかいい点が取れますように。そうだ、テストの点が良くなるおまじない。確か名前を書く欄にクラスで一番頭のいい人の名前を書くんだよね。ん？これ昨日やった。これも教えてもらったところだ。うわあ、ここもパパ感謝。ただいま。おかえりパパ、ありがとう。テストバッチリだったよ。そうか、よかったなミーコ。なんて言ったってパパのおかげだよ。勉強したとこが全部出たよ。ミーコも夜遅くまで頑張ったもんな。昨日のテストを返すぞ。青山、はい、宇都宮、はい、江口、はい、小川、はい、川村、はい、木下、はい、佐藤、はい、結構いい線いったよね。ぷくぷく。山田。頑張ったじゃないか山田、73点だ。はい。しかし一つ聞きたいんだが。はい。この名前は何だ？それはつまりあのクラスで一番頭のいい人の名前を書くと成績アップっておまじないで、その名前書き直すの忘れてて。自分の名前をちゃんと書かんやつは0点。そんな、やっぱしおまじないなんかに頼るんじゃなかった。こっち向いていいか。